アミノレブリン酸合成アミノレブリン酸シンターゼとは、グリシンと転移酵素 EC2.3、1.37、スクシニル COA を、基質、ピリドキサールリン酸を補え酵素として後、アミノレブリン酸を合成する酵素である。ミトコンドリア内に所在する、ヘム合成の第一段階の反応である。人においては、 アミノレブリン酸シンターゼの転写は鉄と結合していないポルフィリン中間体の蓄積を防ぐためにポルフィリンとの結合要素である FE2 の存在の有無によって厳密に管理されている。体内には2種類のアミノレブリン酸シンターゼが存在する。一つは赤血球線具細胞で発現し、もう一つは全身で発現するものである。赤血球の形成は X 染色体上の遺伝子に記述されているが、もう一つは3染色体の遺伝子上に記述されている。X 染色体に関連した鉄が急性貧血は X 染色体上のアミノレブリン酸シンターゼの遺伝子の変異によって起こるが、もう一つの遺伝子の変異は何の疾患も発生させない。アミノレブリン酸シンターゼは、保ン子であるピリドキサールリン酸ともにグリシンから カルボキシル元を離脱させ、スクシニル COA から COA を離脱させ、分子中の4番目の炭素状の網の元を意味する、デルタアミノレブリン酸を形成する。デルタアミノレブリン酸から、プロトポルフィリンナインまでの生合成経路。ありがとうございます。